さあ、行きますか。宝箱を、お前、こんなとこに出てくんのかい。どうしようかな。特に何も覚えてねえな。ドラゴン切りじゃねえしな。ちょっと待ってよ。疾風好き。とりあえずもう全員、ドラゴン系シールドアタック。いや、逃げられる前に。よし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 。いいぞいいぞいいぞ。いいぞ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 。逃げるなよ。殺せ殺せ殺せうわぁ。いいぞいいぞいいぞ。オッケーオッケー。ねえ、とりあえず疾風好き。逃げないでね。オッケー、ナイス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 。オッケーオッケー、いいよ。2体目いっちゃおうか。テンション上がってきた。お、まあ、三河市あげてもしょうがないな。オッケーオッケー。お、2人して、いや攻撃優先だな。頼むよ、逃げないでね、逃げないでね。あー逃げられた。まあでもいいや、一体倒せた。見てくださいこの経験値。やったーやったやったー。4ポイントか。どうしようかな。盾スキル上げて、剣のスキル上げるか。やったー。いやー、メタルスライムでかいなー。やったー、トラマナ、やった。いいですね。ま、一体倒せただけでもよしとしよう。三河思想。もういいや、ちょっと敵と戦ってる余裕ない。こっちは？なんだろうね、この色のついてる部分何なんだろう。宝箱。イエーイ。っていうか、このダンジョンってメタルスライム出るんだ。知らなかったな。なんもないね。今、しらみつぶしに全部見てますけど。よいしょ。なんだ？賢者像が掲げる杖にはスイッチのようなものがついてる。ポチッとな。なんか赤い光線が出たよ。まあいいや、次行こう。おー、メタルスライムなんだ今回、すげえぞ。よし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 。行け。逃げないでねー。いい子だから逃げないでねー。いいぞいいぞ。メラやめてメラはやめて。あ、くそ、当てて。あ、もうどうでもいいわ、ハニワ。あ、くそ。逃げそうな気がする。怖い。あ、くそ。お、逃げない逃げない、いいね。当てて当てて当てて、 Y 君当てて、頼む。戦士の一撃って結構でかい気がする。外したし、3度目はいっちゃう気がする。逃げないで。ダメだ。あー、逃げられた。くそー、この野郎。まあそんな甘くないっすよね。まあメタル切りとか覚えてないんでしょうがないっすね。おっとっと。鏡に反射してるんだな。ってことはまだなんかあんのかな。おっとっとっと。お、宝箱。240。お金お金。おっとっとっと。危ない危ない。なんもなさそうだけどな。
この突き当たり見て終わりかな。お、またなんかある。おい、お、開いた。で、今の壺みたいなやつがあれでしょ、なんかその、なんだっけ、なんとか、なんとか。なんとかなんとか。ユーマだかなんだかっていう。スキルの種。種系は、後で蜜に飲ませます。で、もうボスかな。なんかあっという間にダンジョンだったな。メタルスライム倒して終わっちゃったな。よいしょ。これか。ちょっと待ってね。きっとボス戦だからね。体力は回復しとこう。OK。おお、古文書で見た通りです。あそこに転がっているのは、病魔を封印、病魔だ。俺、なんつったっけ、さっき。封印の壺です。やっぱり地震で壊れてしまったようですね。よし、封印の紋章が描かれた部分は壊れてないな。これなら楽勝だ。一流の考古学者なら、これくらいの悪者を直すなんて、朝飯前ですよ。ん？まずは破片を集めてっと。なんか出てこない？あとは特製接着剤で。ほら、なんか来たよ。いきも。愚かなる侵入者よ。我を再び封印戦とやってきたか。そうはさせぬ。させぬぞ。何時に病魔の災い、あれあれあれ。こいつが病魔か。くそ、まだ封印の壺が治ってないのに。ほらほら、ミツさん。ぼーっとしてないで、病魔の相手はそっちの仕事でしょ。あなたが戦ってる間に僕はこの壺を直しちゃいますから、時間稼いでくださいよ。すげえな、こいつ。平気なんだ。これ下に行けんの？はーい。倒せってことだな。すいません。よし、行くぜみんな。またお腹鳴った。我の邪魔をする者を全て等しくし、あるのみ、のみ、のみ。さあ行きましょう。ボス戦です。チャーチャッ、チャッチャラッ、チャッチャラッチャラ。病魔、パンデルム。へぇ。チャーチャッ、チャッチャラッ、チャッチャラッチャラッと。さあ。とりあえずね、いつも通りの作戦でいきましょう。おりゃー。キモッ。キモッ。攻撃の仕方気持ち悪いな、お前。下がるかなー。効かねー。でも全く待って効かないってわけはないと思うから、ね。ボミオス。ああ、なるほどね。素早さ下げんのか。いや、ちょっと防御力優先しよう。あ、効かない。絶対効かないのかな。おりゃ。ちょっとそろそろ蜜を回復しといて。しょうがねえな。ちょっと素早さ戻そう。ほい。毒ってなかった今。おお、たまにこういう感じで魔法もパワーアップするんですよね。開始の一撃みたいに。どうしようかな。いや、防御しとくか。いや、いよいよ行こう。いけ。
24。いて。うわぁ、やべやべやべ。チーボさん死ぬ。ほい。まだ死なないか。ほい。ドーン。お、なんか調子いいな。あれ？俺 Y にしたっけ？チーボにしなかったっけ？マジか。間違えた。うわ、ルカナンやめて。ルカナンはやめて。ちょっと待って。あれ？どうしようかな。メラー。あ、メラのはやっぱ効かないな。やべやべ。うーわ、マジかよ。マジかー。てめえ。この野郎。初死にだよ。恨み。ほい。とりあえず回復。いで。ダメな、こいつ攻撃力高いな。あ、待って、無駄に使うよりは。とりあえず攻めよう。ボミオスは、効果なくすだけなのか。いや、違う、素早さ下げんのか。やっぱり。死なねえな。まさかのゲームオーバーになるか。それは困るなあ。やばい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 ぞやばいぞ。死ぬぞ。ちょっとナメプレイ入ってたな。ん？ちょっと待って。とりあえず回復優先して。あ、やばい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 。死なねえな。あららららら。いやーいやー、あ、そっか、ルカナンされてるからだ。こいつの攻撃力が高いわけじゃねえんだ。くそ、めんどくせえことすんな。どうすっかな。いや、攻撃した方がいいような気がすんな。なんつって、待って。イオって5使うのか。いや、メラで攻めよう。ギャー！やばいやばいやばい。これは意外にまずいぞ。オッケー、ナイス！オッケー。あぶねー。あー。死んじゃったよ。生き返らせてやんねえと。これいいや。おのれ、おのれ、のれ。我が呪いよ、この愚かなる者どもに死の病を。やっと治りましたよ。と、どうやらちょうどいいタイミングだったようですね。お前落ち着いてんな。さあ、封印の壺よ。悪しき魔を封印せよ。ギャパパパパパパ。ああああああ。見てましたか、ミツさん。見事、病魔のやつを封印してやりましたよ、この僕が。ふんふんふん。これでお父さんも僕のことを認めざるを得ないでしょうね。さーて、やることはやったし、これで予約史跡の調査に手がつけられるってもんです。ああ、ミツさんも帰ってもらっても結構ですよ。いても気が散るだけだし。それじゃあ僕はこの奥を調べていきますんで、報告の方は頼みます。ほう。いやいや、俺も行くよ。いやー、ついに、このパーティーにも死人が出てしまいました。ん？誰かいるよ。要は何者なのだ。思い出せぬ。なんだ？
思ってた通り、この遺跡は歴史から葬り去られた王の墓だったのか。とすると、あの病魔は一体何のために。ああ、ミツさん、まだ帰ってなかったんですか。僕はしばらくここに残って調査を続けていくんで、エリザにそう伝えといてください。はーい。エリザの病気治ったかな。大丈夫かな。ね、こんな時のための、ごめんよ、葵。申し訳ねえ。さ、帰りましょう。ベクセリア。バヒューン、バヒューン。治ったよ。曲は暗いな。おお、あんた、ルフィン先生。いやー、大先生は一緒じゃないのか。なんか残って調査するって言ってたよ。あんたらが町を出てったから、しばらくして病人たちがみんな急に良くなったんだ。これってルフィン大先生のおかげなんだろ。あの人すごい人だったんだな。おお、みんな治ったんだ。ちょっと待って。こっちの病人治さなきゃ。お、よかったよかった。生き返らせて。90ゴールド。はあ、死なせちゃったよ。じゃ。ちょっと一旦セーブしときます。ごめんなさい。死んじゃいました。おい。意外と強かったなぁ。みんな治ったんだね。これでルーフィン先生もね。おい。ワンコと遊ぶの負けちゃったよ。やっぱり友達と遊ぶのが一番楽しいよね。ああ、そうか。寝てるって言ってたね。治ったのかなぁ。今回のことで家族はいかにかけがえのない存在かを思い知らされましたよ。僕には料理を作るくらいしかできませんが、とにかくこれからは家族を大切にしたいと思います。いいことだ。まあ奥さんとしては許せないよな。娘さんは治ったのかな。おお、よかったよかった。まあそうだな、安静にしてなさい。そうだ、町長さんに報告しに行かなきゃな。よいしょ。町長はん、治りましたで。褒美褒美。おお、待ちかねておりましたぞ、ミツさん。どうやら病魔とやらの封印はうまくいったようですな。まさか奴がやってくれるとは。で、患者のルーフィンはどこに。優秀だったのではないのですか。なんと、そのまま遺跡に？あの学者バカめ。少し見直したかと思ったら、これか。まあよかろ。それより、ルーフィンが帰ってきたら、祝いの宴を開くとしましょう。エリザにもそう伝えてください。奴の活躍を聞けば、あの子も喜ぶでしょうからな。ね。お。ここはエリザお嬢さんが使っていた部屋なんですよ。旦那様の言いつけで、お嬢さんがお嫁に行った今でも、そのままにしてあるんです。へえ。そうだったんだ。てっきり、町長さんの部屋かと思った。じゃあ、奥様のとこ行きましょう。まあ、旦那の活躍ですからね。さてー。おい、おい。もう終わるのはお決まりだな。また寝てるよ。おい。やっほー。今は帰ったよ、エリザ。あの遺跡の調査には然るべき資料が必要でね、取りに戻ってきたんだ。エリザ？どうしたんだ、エリザ。返事をしてくれ。
ベクセリアの民は大いなる試練を乗り越えました。しかしその結果、我々はかけがえのないものエリザさんを失いました。この犠牲はあまりにも重く我々の心にのしかかってきます。ですが彼女は私たちのために人がいかに強くあれるかを教えてくれました。残された私たちは彼女の強さに学び、悲しみを乗り越えていかなくてはなりません。さあ彼女が憂いなく天に召されることができるよう共に祈りましょう。お礼なんかもらう気になんねえよこれ。きつい。ドラクエ9ってこれがあるからやん。こういうところあんま好きじゃないんですよね。辛いんですよねドラクエ9って。ルーフィンのやつめ、エリザの葬式にも出ずに閉じこもってしまいおった。エリザ、あんな男と結婚してお前は本当に幸せだったのか。ああミツさん、いけませんな、ぼんやりしてしまってちっとも気づきませんでした。で何のご用でと、そういえばまだお約束していた。いらないよ礼なんて。もうそうだよな、夜ね。はい、わかりました。開かないか。とりあえず夜まで休まないといけないな。いやーきつい。うん、治ったんだな。妻の病気は治りましたが、大事をとってまだしばらくはこの町に留まることにしました。休みます。さて、死ねばいいのに。死ねばいいのに、本当にもう。いやー一番きついな。さあ一応まあもらうだけもらおう、そんな気分じゃないけど。ふう、ああミツさん、こんな夜中に何のご用ですかな。すいませんね町長さん。そうでした、そうでした、ルーフィーの護衛をしてもらったお礼を差し上げる約束でしたね。お礼の品か、この羽飾りバンドなどいかがですかな。ありがとう。超しらける。そんなものもらっても私は嬉しくもなんともないし、全然報われないっつう感じ。あのエリザって子が生きてりゃ今頃みんなハッピーで星の裏もがっぽりだったのに。難しいだろうな。まあそりゃ無理だろ、娘が死んでんだもんな。とりあえずじゃあ、辛いな、やめとこ。開かないか。お、待って、エリザもすごい気になるんだけど、じいちゃん、お仲間が増えたのを喜んでいいものかどうか。天使だからこそだな。私死んじゃいました、死んじゃいましたって、もしかしてなくても私のことが見えるんですね。すごい、どこか普通の人と違うと思ってたけど、ミツさん霊能者だったんだ。いや天使です。あーよかった、ミツさんがいてくれればなんとかなるかも。のお願いなんですけど、ルー君を立ち直らせるために協力してもらえませんか。このままじゃルー君ダメになっちゃうと思うんです、だからお願いします。
まあそうだな。出てきてもらわないとですよね。私が何とかしてみますから、とりあえずルークのとこに行ってみてください。うん。はい。開かないよ。ミツさん、それじゃダメですよ。ルークに出てきてもらうには、ノックの仕方にコツがいるんです。なんか、みたいな風にやってたよね。はい。あ、全然違った。こうか。エリザ？エリザなのかい？ごめんよ、先生。今のは、ミツさん、あなたの仕業か。わざわざエリア、これは立ち悪いな。まあ確かに立ち悪い冗談だな。お、ルーフィン先生、ちょうどいい。あんたに言いたいことがあるんだよ。流行り病を止めてくれてありがとうよ。町の連中に代わって礼を言うぜ。まあ心配だな。なんなのだ一体。ミツさん、私の最後の言葉としてルー君に伝えてください。ルー君が病魔を封印したことで救われた人たちに会ってほしいと言ってたって。エリザがそんなこと。でも僕は誰が病気になってたのかもしれない。あの時はお父さんを見返すことばかりに気を取られてて。ミツさん、今から私を病気に苦しんでいた人たちのところへ連れて行ってください。今更ですが、どんな人たちが流行り病にかかってどんな思いを抱えていたか知りたいんです。それを知れば、病気になったエリザがどんな気持ちでいたか分かると思うから。私からもお願いします。きっとそれが必要なことなんです。うん。よし、じゃあ行こう。おー、ルーフィン先生ついてくる。まずは、じいさん。バカな、病魔の呪いは解けたはずなのに、どうしてまだ病人が。このおじいちゃんはただの風邪だよ。ミツさん、教えてあげて。そうなんですか。よかった。なんだ。うん？なんで？なんだよ。あとは、シスターさんもそうだよね。まあ、ルーフィン先生、出てきてくださったんですね。エリザさんのことは本当にお気の毒でした。先生にはとても及びませんが、町中のみんなが深く深く悲しんでいますわ。そうでしょうね。彼女は誰からも好かれていましたから。こういうのも辛いよな。ここは特になかったっけ。おー、ルーフィン先生じゃねえだか。あんたには感謝してんだよ。うちからは病人は出なかったんけど、いつかみさんや息子が病気になったかと心配してたんだ。あ、これはすまねえだ。そういや、エリザさんはおら気が利かねえもんで。ここは奥さんと子供がなってましたよね。ルーフィン先生、妻と娘を助けていただいてありがとうございました。奥さんと娘さんの二人ともがですか。本当に夜も眠れぬ日々でした。あのままじゃ倒れてたかも。だから先生は僕自身の恩人でもあるんですよ。こんな小さな子供まで流行り病にかかっていたんですか。誰が病気にかかっていたかも知らなかったなんて、僕は今まで何を見てたんだろう。落ち込まないで、ルー君。ルー君がいなきゃみんな助からなかったんだよ。